2006年5月、私は初めて沖縄へ旅行に来た時、友達の家に泊まってもらいました。友達の家は恩納村前田岬の近くにあり、海がとっても綺麗でした。そして沖縄が好きになりました。実はその頃、私は台湾で自分のお店を持っていました。3年間ずっとバーの仕事をしていました。していましたが、昼は寝て夜は仕事を毎日でした。しかも毎日タバコとお酒に囲まれ、ほとんど毎日飲酒運転をしていました。だから親はもちろん私の仕事はあまり好きじゃありませんでした。沖縄が好きになった時、超等店舗の3年契約が切れるところでした。お店の経営をまた続けるか、それともそのまま閉めるか悩んでいました。このまま沖縄へ行ってしまって本当にいいのか、でも毎日お酒とタバコの生活もしたくありません。そして親と相談した末、結局自分の信じる道は沖縄しかないと思い、全てを捨てて沖縄へ行くことに決めました。沖縄に来た時、日本語を勉強するわけではなく、ただしばらく住みたいと思っていただけでした。でも日本では外国人は簡単に住むことはできません。ビザを取得したいので、インターネットで調べると、大学が日本語学校へ行くと日本語も勉強できるし、ビザももらえる、まさに一石二鳥だと思っています。そしてその後留大に通う生活が始まりました。その時私は恩納村に住んでいて、毎日バスで2時間かけて大学へ行きました。そのため遅刻や欠席は多かったです。でも先生たちは私のことをずっと見捨てませんでした。先生たちのおかげで私は日本語を少し話せるようにできました。半年後、日本語クラスで長い文章を書いて、その後沖縄の友達に見せました。友達はびっくりしていました。半年ちょっと前まで、あんたの日本語は全然ダメだな。でも今普通に喋ったり作文もできる、本当にすごいと言ってくれました。これは全部金城和也先生がをはじめ留大の先生方のおかげだと思っています。本当に感謝しています。今考えたら、あの時台湾の店を捨てて沖縄に来たことは間違いではなかったと思います。留大に来て本当に良かったと思います。沖縄に来て私の人生を変わりました。これからもしばらく沖縄で勉強を続け、自分の夢を追い続けたいと思っています。皆さんもこれからの人生で大きな決断に迫られることがあると思います。その時、自分の信じた道を選んでください。きっといい結果が待っていると思います。